まあ、多分その性格によるものだと思うんですけど僕そのやったことがなくて新しいことってそれだけでプラスなんですよね。要はその自分がやったことがないできるかどうかわからないっていう不安とかよりまあ不安もほぼないんですけどまあその不安よりやったことがないしどんな人たちがいてどんな話をするのかわからないから面白そうっていうその好奇心の方が多いのでそっちがプラスになるんですよね。だからそのえー、と えと火曜日の夜にあのテレビ東京の,の AKB48 の人たちの,あの番組の MC っていうのをやったんですけどであれがそのまあ僕全然そのアイドル詳しくないしで別にその彼らがどうする彼女がねどうするかっていうのも別になんかそんなに僕はあの接点の前もまだ来ていてでじゃあ MC ですって言われた時にその何をしてくださいも言われてないんですよ。 あの普通そのこうしましょうとかこうしてくださいとかあるじゃないですかでまあ,あの感想を言われてそれを感想を答えると別にその台本もほぼない状態でであのなぜあれが、まああのまあ、僕がそれを参加したかっていうと何が起こるかわからないから面白そうっていうのが理由で。 でそれのプロデューサーをやってる人がテレビ東京の高橋さんっていう人で「あ,の、えー、とあなたのお家ついてっていいですか?」っていうテレビ東京の番組のそのかやってる人なんですよその駅前とかで終電のあととかにあの一般素人にカメラを持って「家ついてっていいですか?」って言って家ついてってその映像を撮るっていうあの面白くなるかどうか全く分からない番組があるんですよ。 いやそ,のそもそもの一般素人とか面白いわけないじゃんとか家ついてっても別に全然面白いもの取れる可能性ないじゃないですか。だってただの人の家ですよ。でも撮ってみるとそれなりに面白いうのがあってなんか要はあの普通だったら取らないようなものとかあと面白いかどうかわからないものをとりあえずやってみるっていうちょっとおかしな人なんですよねそのあの高橋さんっていう人が。 なので多分その AKB とその僕みたいなものをぶつけて喋らせたら何か怒るんじゃねえっていうので多分もう他人事として見て見るんですよねあの普通に仕事する人であればじゃあその AKB さんのことをちゃんと知ってて引き立てられるようなその芸人さんとかまと、あ、もその AKB さんと絡みがあるようなタレントさんとかであれば「あの何々ちゃんはこうだよね」とかでその子に合うような話を進めたりとか振ったりっていうのもできると思うんですよ。でもそうじゃなくて全然興味がなくて知らない僕をアサインしてる時点でおかしいんですよね。 であとその一応僕 MC という体なんですけどあのあんまり回さないようにしてるんですよ。あの、まあ、僕その割と喋ろうと思えば喋れてしまうのでそっじゃああなたどうもあなたどうもみたいな振りもできちゃうんですけどでそれをやっちゃうと多分僕がずっと喋り続けるようになっちゃっててでその女の子たちが成長しなくなっちゃうんですよね。 そのあの昔そのニコニコ動画とかで頭のおかしな生主をそのあの振ってこう話を進めるみたいな、まあ、司会みたいなことを何回かやってたことあるんですけどだ別にその変わった子でも全然僕はあの話振って回すはできるんですけどただそれをやっちゃうとそのその子たた MC といいうかその場を持たせる能力が育たないんですよ、ね、あの結局じゃあテレビでブッキングされる人たちってどういう人たちが仕事来やすいのっていうととりあえず何か喋れるやつなんですよ。 あの別にあの面白いこととか役に立つこととか言わなくても振られた瞬間に一言何か言える人でそこで振られた瞬間に止まっちゃったり固まっちゃったりする人って使いづらいからっていうのは発注が来なくなっちゃうんですよ。いやその喋っっててくれななないいいいんんだたたらもういてもううしょうがないじゃんみたいなであの 振振られてこんな面白い話ききますよ振りますよはい行きますすよよりみたいな準備がされるのはもうめちゃめちゃ大御所でその素人に毛が生えたぐらいの別に替えが利く人ってそんなに一生懸命準備したらそれだったらもっと面白い人に面白いネタを振った方がいいわけじゃないですか。なのでその素人に毛が生えた系の人っていうのはもうどんな時でも何言われてもとりあえず返せるっていうその瞬発力が必要だったりするんですよ。でそれがより面白ければいいんですけど別に面白くなくてもいいんですよ。 ワイドショー的なのに出てる人あのコメンテーターと呼ばれる人たちっていっぱいいますけどじゃあそのコメンテーターと呼ばれる人たちが何か面白いことを言ったかっていうとほぼほぼ言ってなかったりするんですよ。要は何にも記憶に残ってないじゃないですか。っていうのがあってとりあえずその場で何かを返せれば十分っていうのがあってなのでその僕みんなが黙る環境でも結構黙って見てたりするんですよ。 要はあの普通だったらそのなんか沈黙が気まずくなって喋り出すところでも僕は誰が喋り出すのかなっていうのをボーッと見てたりみたいなことやるんですよねまあリモートだからその気まずい空気もよくわかんないですけどっていうのがあったりするのでなのでそのあえて入らないでその女の子たちが喋るようにしたりっていうのをしてるんですけどそれってあの別にそのテレビ東京の人とこうしましょうって打ち合わせをしたことはないんですよ。僕は勝手にやってるだけでなのでそののそ 女の子的にはすげえ気まずい謎の空間っていうのになってて超やりづらい時間とかもあると思うんですけどっていう何か何が起こるかわからないものを勝手にやっちゃってる感っていうのがやっぱテレビ東京の人おかしいなと思いました結構ねその MC の人ってね沈黙に耐えられなくて喋っちゃう人多いんですよね。であとまあ逆のパターンでいくとあの先週の金曜日のアベプラっていうの出たんですけど でそこであの夫婦のあの結婚契約書みたいな話があってでその結婚契約書っていうのを作ったんですよっていうご夫婦の方が出演されてであのまあ、どういう感じで作ったんですかっていうのでであああののののにに奥ささんん喋らせててくだいいっていうのが来たでですよであのまあ、あのご主人が割とわーっとしゃべる人だったんでその奥さんに対して質問っていう振り方をしたら、まあ、ご主人がしゃべってご主人が喋った後に奥さんが喋ろうとしたら若新さんっていう別のコメンテーターが喋 馴染めちゃって、その奥さん全然喋れてないっていうのがあってで、その後にもまたタイミング見て、あの結構どうでもいい話を奥さんに振ったんですよ。要はそのあの、せっかく来た。以上喋らないと。まあ、そもそもどんなキャラクターがわかんないよね。っていうのもあるし、その？ 旦那さんばっかりが喋ってると見てる人もそのなんかあ奥さんはじゃあおまけなのみたいになっちゃうので,なので奥さんのしゃべるタイミングっていうのを作んなきゃいけないのでなので僕そういうふりをしたみたいなのもあるんですけどなので別に僕の僕喋らないのもできるしあのこういう状況だったらこういう質問をするとそのみんながしゃべれるよねみたいなのもあったりするんでただあの結婚契約書の話だと。 えっと、リモートで参加してるあのなんかカウ,ンあのカウンセラーみたいな人にも僕が多分最初に確か話振ってるんですよね。その,あのまあコメンテーターの人とその旦那さんっていうのがすげえ喋っててそのリモートのあのカウンセラーの人っていうのが全然喋ってなかったのでまあちゃんと振らないとまずいよなみたいに振ったりっていうのでなので一応僕そういうのもやったりはするんですよ。はいすいませんで。あの裏方的な話でした。